ムックスタディー日本の歴史第32回目でごはい、はいえー、今回はですね、えー、特に長ったらしいお知らせとかご報告はございませんので、はい、サクッとサクッと入りますか入っちゃうかなと思います、はいえー、前回ですね、うん、あのインドの、はいえー、サイラムさんから上位運動というリクエストがあって、はい、えっ、ー、とね幕末といえば、うん えと薩摩、長州、土佐、はい、っていうのが、まあ、メジャーのところで,で,、ねで、いやいやだいぶ遅れて、明治直前に肥前藩、うん、佐賀藩が来て、うんえと、明治時代、薩長と肥っ,っていうのは肥前藩、はい、今でいう佐賀藩が来るんですけど、うん、大半が薩摩と長州と土佐なんですよ。幕末の出てくる人物っていうのは。うん、で、その中で、まあ、今回ちょっと土佐藩と、はいまあ、リクエストにあった竹内半平太のことをちょっと話そうと思うんですけど。 まずちちょょっっととね土佐藩だけはちょっと特殊なんですよ特殊というのは、うん、例えば薩摩藩っていうのは、はい、島津家が、はい、ずっと、うん、ちなみに島津家は徳川家よりも古いんで鎌倉時代からの名門武士なんで古いですね最も古いなのでちょっと小馬鹿にしてるわけね徳川一応将軍なんだけど,など少し何ていうのかなこう なんかうちらの方が上じゃないかっていうのが潜在的にある,る、ね、っていうのと,うえと徳川家康とね、うん、石田三成が戦った、はい、天下分け目と言われた何でしょう、えー、関,ヶ原関ヶ原の戦いの時に、はいはい、実はえっ、ー、と薩摩藩の始末と長州藩の毛利は西軍についたね、うん、西軍っていうのは石田三成側にする負けた側。うん でまあ、もちろん徳川家康は東軍側の総大将にいて、はい、その時西軍にもう一つ有力大名で、うん、まあこれねあのゲームの信長の野望とかやってる方は知ってるんですけど長宗我部っていうのが聞いたことあります,ありますね長宗我部長宗我部長宗我部さんは四国を一帯を統治してたんで統佐、うん、だけじゃなくて四国全体を統治してたんで、うん、有力大名なんであのほぼ 副将将とか大ででいたわけですよで毛利が実質石田三成なんですけど、はい、身分が低いので、うん、毛利が大将で、うん、多分実質大将格として長宗我部いてうん、うん、で関ヶ原が、まあ、天下を分け目って言いながら1日で決着ついたという,す,うす,、ね、すごい戦いなんですけど、うん、なんと東軍が勝っちゃったのでうん、うん、勝っちゃったんで、うん、えとまず西軍側にいた大名っていうのはもう 要するに領地取り潰しにになななっったり、はい、いろんんことになったんですね、うんまあ、その時のちょっと薩摩のエピソードすると、うん、薩摩のその時の殿様がすごくて、まあ、もう西軍が負けて分かった時に強烈なインパクトを残そうと多分おそらく思ったと思うので、うん、通常は逃げるように帰るんだけど、うん、じゃなくて敵の真ん中突っ切って帰ったんですよ。えー <laughs> 要するに突撃してる風で帰ったんでだからやっぱ薩摩は強いぞっていうのをちょっとこう残して帰ったんですよなるほどなのであと名門だっていうのもあるね徳川よりも古いっていうのはあったんで西軍でいながら領地をほぼ削られなかったすごいすごいですね薩摩のねその時の殿様やっぱり偉い人だったんででもう一つ毛利毛利は 長州藩、うんえー、中国地方一帯を治めてたんで、今でいう中国地方なんで、岡山とか広島とか島根、鳥取、山口だったんで、はいうん、だけど、大将でいたんで、うん、命はなんとかやったけど、2カ国に減らされたわけね、ね要するに今でいう山口県1個だけ。はい 他は全部取られちゃったわけだからまあ基本的に徳川に恨みがあるわけね。そもそもね。で、島津は徳川に恨みっていうか、ちょっとこう、バカにしてるっていうか、あんまりこう、自分たちの方が若干上じゃないかと思ってる。で、土佐は逆で、土佐藩ってさっき言ったように、もともと長我壁の領土だったのを、長我壁の領民が全部取られて、徳川の配下にいた山内一豊っていうね、 昔、大河ドラマの孔明が辻っていう大河ドラマの主人公になった人なんですけど、その人が入ったんですよ、戦争に勝って、要するに負けたやつの取り上げて、土佐に入ったと、要するに土佐の人じゃないわけ。もともと土佐の人は調査壁の人だから、後から入ると、結局、こうよそ者だから、バカにされちゃうから、強権的にやったわけ。 めちゃくちゃもう弾圧しまくって要するに奴隷みたくしたわけですよだから二重身分制度で武士でも2種類いて山の内側要するに後から入ったものを上司と呼んででもともとの土佐にいた長我壁の部下たちは下司って下司か下司って上と下とでそうそうそうそてそうそうあうそうそうもうそ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  で尊王攘夷とか、えー、と徳川を倒そうって幕末に出てきたってほとんど家事の人たちなのよ。坂本龍馬もそうですよね。坂本龍馬はちょっと中間のやつでそれはもともと商人だったからうん、うん、武士の身分を買ったっていうか、うん、だから厳密に言えばあの家事とはちょっと違うけど、うんまあ、家事待遇の人だったんですけどそうすると。 基本的に歌手の人たちって殿様は山,の内,山の内家なんですけど、はい、忠誠心ないじゃん、虐待しかされてないから。ね、だから基本的にはあの自分の殿様をまず信用してないのと、もっと言っちゃえば倒したいぐらいの感じ。うん、で、まあ、逆の見方からすると、うん、土佐藩の,その過激な人たち、あそれの中心が竹内三平だ、うん、土佐勤皇党っていう集まりをつけて歌詞の集まりすトップが、うん 竹市半平太が、うん、あの取りまとめていて、うんで、この人たちは逆の見方からすると、尊皇上位で幕府も倒したいんだけど、うん、その前に山之内家も倒したい、うん、もっと言っちゃえば、逆からすると山之内家からもダンスされ、うん、幕府からもやっつけられ、だからめちゃくちゃ居場所がない状態なわけ、うん、だから土佐の歌詞が一番死んでるのよ、幕末。なるほど あの無名な人も含めて、<ー>おそらく生き残ったら大臣級の人がゴロゴロ亡くなってるっていう、ねうん。で、その人たちは、まあ、竹内半平太がいて、えー、と山之内家がいるんですね、山之内家っていうのは、当時の、えー、と殿様、山之内陽道って言って、隠居、うん、して子供に譲ってるんですけど、うん、基本的にはその人が実権を握ってる。うん あの幕末四賢公の一人っていう非常に頭の切れた人なんだけどうん、うん、徹底的に、うん、あの徳川派なん,なんですよ。徳川に恩しかないからねもともとちっちゃい一武将だったのが24万石の大大名にしてもらった恩義があるんで、うん、山内家がうん、うん、だから、えー、と徳川家側についてる外様大名なんですよ感覚はね。うん、けど 土佐藩の,の過激派たちは、うん、倒幕を考えてるっていう、うんうん、なんでこう面白くないわけ。うん、で、えーと、竹内半兵衛はまず、うん、京都に出る前に、うん、土佐藩の中でまず上司連中をぶっ倒さないと、うん、権力握れないから、うん、なんと暗殺をし始めたのよ。まあ過激ですね。うん 武市さんもそんな感じだったんですね、その時に、一応、土佐勤皇党に坂本龍馬もいたんだけど、そういうちょっと過激な、急進的なやり方はできないということで、後々別れるんですけど、武市半平太はそれで、山之内洋土の副讐と言われた吉田東洋っていう、てあれにおい龍馬とかに出てくる、吉田東洋が一応、藩の政治の実権を握ってた。 まあ今で言う総理大臣、うん、殿様は別格なんで、うん、をなんと暗殺をするんですよ、うん、でそれを機に一気に上司連中の力が落ちて、うん、土佐勤皇党が一応身分が低いんで、うん、重要な役にはつけないんですけど要するにいあの一部の上司の何て言うのこうちょっとこう外されてる人たちを担いで、はいうん、名目上その人を役職につけて、うん、その裏で 全部采配を振るってたのが竹内半平太。頭がいいですね頭いいそう。それで遠隔操作をしてたわけね。自分では身分的に立てないから、うん、本当は自分で立ちたから。うんうん、で、竹内半平太って、半端じゃない能力者なんで、もし生きてたら多分総理大臣級、うん、要するに薩摩の西郷大久保、え長州の木戸<ー>とかえ、要するに桂心とかとはい、はい、 同格かそれ以上ぐらいの人物だったんですよ<ー>ただそれやって一応えっ、ー、と自分が、うん、一応ね上司の一番下の身分だったはい。だから一応役職にはつけたのね。うん、けど一番高い役職は自分の傀儡の人たち、うん、要するに操り人形を置いて自分が裏で操ってたんだけど、うん、その時に。 えー、うまくいってる時はそれでずっと言ってたんだけど、はい、だんだん例えば京都でも尊王攘夷派っていうのが弾圧されて、うん、一時あの一橋慶喜が出たあたりで、はい、一回幕府の権力が上がったりとか井伊、はい、直輔が出てきたときに、うん、一時的に幕府の権力が盛り上がったときに、うん、そのタイミングで塔産の中でも。 今度こそ要するに暗殺したやつをあぶり出すってことで、吉田東洋を暗殺した人間をってことで、暗殺した人間はもう土佐勤皇塔ってみんな分かってたんだけど、うん、当時は土佐勤皇塔の傀儡の人たちが住職になってて、うん、土佐勤皇塔の人たちの方が力が強かったんで、うん、山之内陽道も、うん、本当は弾圧したいけど、それを飲まざるを得なかったわけ。うん それプラス世の中もどっちかという、世の中というのは日本全体もその上位派が強かった。けど、井伊直助が出てきて、徳川の権力が一時的に上がったタイミングで、えっと、安政の大国って言ってね、吉田松陰が切られたり、そのタイミングで逆現象が起きたわけ。要するに、過激派が今度取り締まりになった時に、土佐でも、もともと、なんうの、暗殺したやつを、機会を 伺ってたわけ、やられた方の上司の人たちは、いつかこうやり返す。で、そのえっの中心だったのが、安殺された吉田豊の弟子だった、後々、今もタイが出てくるのか、坂本龍馬の盟友と言われてる後藤正二郎とか、後々の板垣退助、今、当時の名前、乾退助とかが吉田豊の弟子で、あの人たちは上司だったわけ。登山の中で身分が高い。 が、指定人を探すってって、ついに、要するに、捕まえるわけ。で、その時人斬り遺像って聞いたことあるかなありますよ。龍馬伝で。龍までで。人斬り遺像が捕まった時に、他の土佐勤王党の人たちって、肝が座ってるんで、もう想像を絶する拷問を加えられるわけ。で、当時の拷問って半端じゃないから、普通の拷問じゃないんで、あの、なんていうの、人権とかないから、本当にすごい。だから、 自白したくなくても無意識に喋っちゃうぐらいもう過酷なことで竹内半平太は身分が一応ギリギリ上司の一番下なんで、うん、拷問はされない身分なんだうん、うん、けどわざと隣の牢とかでもうギャーギャー悲鳴が上がって要する<ー>四つに自分の仲間を次々、まあ、拷問で殺されていくわけうん、うん、それでも竹内半平太は、うん、まあえっ、ー、と肝は相当座ってるんでうん、うん、動じなくて。 一切認めなかったわけ、うん、やってませんやってませんで。うん、たときに人斬り伊蔵があの人人斬りで非常に強かったのにあの人だけ入っちゃったわけあ<ー>実はうちらがやりました。でそれを気にだけどその前に、えー、と岡田伊蔵は危なそうだから、うん、竹内半平太は仲間に行って、まあ、殺せと、うん、入,入っちゃうかもしれないから。うん 言ってたんだけど、まあ、そ,れそれで今実はやりましたと、うん、言ったんだけどそれ以外は、まあ、全員はかなかった、うん、でついに山内陽道当時のこうトップね、うん、山内陽道が最後こう決断するときに最後まで黙秘っていうかやってないって言ってたのを別の罪名で見つけ見つけあ捕まえて、うん、竹内半平太を、うん、あの上司の身分なんで高貴な人は。 殺せないの、うん、切腹をずでえっ、ー、と竹内半平太はまあ切腹は要するに死ぬことは怖くないうん、うん、当時の,あの肝が据わってるからね、うん、で壮絶な死をしたいって言って、うん、普通あれなんで切腹するかって分かる、うん、なんでっていうのは切腹する理由ですか、うん、おな腹を切る理由なぜお腹なのかっていう苦しいからじゃないですね あえて苦しいことを超えたいってことで、普通の人だったら、腹切る前に痛みでちょっと。残りまできないのを、手芸三部では三本線やった。うん。一本でも苦しいの三本やって、自分でとどめさせて、一応解釈はされてるんだけど。っていう壮絶な死をして。解釈ってなんですか。解釈っていうのは首を、後ろの人が苦しまないように。スパン。そう、自分の弟子みたいな人が。 首を落とすわけそうするると痛みないじゃん、うん、脳が外れるからけど解釈する前に自分で心臓でとどめをさしてたっていうぐらい立派な壮絶の死をするんだけど。うん、<た>へえそれは立派なんですかね。<laughs> <laughs> まあだから精神力っていうかてそういうことですよね。でその後、うん、要するにもう一回尊王攘夷派の天下になって結局倒幕になった時、うん、明治になって山之内容堂が。うん あの時のハンペーターが今残ってたらトサももっといいポジション。要するに明治になって長州と薩摩罰になってトサ、ね、がちょっと弱くなっちゃったんでんあの時殺さなければよかったなみたいな回想。だから生きてたらおそらく最高レベルの人生。まあもっともっと竹千チハンペーターというのがあのよ 世の中にだからやっぱりちょっと悲劇なのは自分の藩からもちょっと叩かれそういうことですよね京都でも終われみたいなだからちょっとこうんか時代を過ぎた時代のタイミングですかねそう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 ありますよねだからね幕末の志士って優秀な人って土佐って結構出てんだけど一番死んでるんで明治まで生き残った人ってその幕末の志士ではない徳川派だった人が えと直前に願いってなった後々の板垣退助とか後藤正二郎だけ、うん、あと全員死んじゃったんでそっか、うん、なんかある意味ひあの悲劇的ではありますけども、うん、ある意味すごいですね、うん、ただこれあくまでも土佐側から、うん、要するに明治政府側から片側からの歴史なんで、うん まあ、その時は単にテロリストなんでうん、うん、要するに暗殺集団なんでねそれで武力を背景に一人殺しちゃってるんで、うん、吉田東洋、うん、周り怖すぎて、うん、もうなんつうの反対できない状態だったんで、うん、あの例えば井伊直輔とかも前もやったと思うんですけど、うん、今ね、えー、と徳川が倒れた側からの歴史からするとひどい人だけど、はい、当時の感覚からすると政権取ってるのは 徳川を倒そうとしてるのをやっつけるっていうのはごく当たり前の話で当時としては吉田松陰がテロリストなんでけどそっち側が勝っちゃったからそうですね勝った方の歴史っていうことですねそう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 なっちゃいますねなるほどないやいやちょっと今回は武智半平太と土佐藩というテーマで進めましたけどもなんか土佐藩ってそういう背景があったんですね 悲劇的なほとんど討ち死にというかう投資っていうのかなあの戦って死ぬっていう人ばっかりなんだな,な。うん 坂本龍馬も、ねうん、暗殺されて、ね、あと坂本龍馬と一緒にいた中岡慎太郎中岡慎太郎って、あね、みんなね、なんかこう、坂本龍馬のこう後ろにいる人も、そうですね、それ前も言ってました、ね、そうそうあの相当すごい人なんで <laughs>、ね、むしろ当時としては中岡の方が有名だったんじゃないかって、俺は思っちゃうぐらいなんで、うん。なんで坂本龍馬の方が、うん 描きやすかったんですか、ね、あとね勝海舟の弟子だった<ー>勝海舟は明治の中頃まで生きててやっぱり勝海舟が俺の、うん、自分の弟子の坂本龍馬かなり持ち上げてるんでなるほどそういうこともあるんです、ねはい、いやいやいや皆様どうでしたでしょうかということで、えー、今回のテーマは「竹千半平太と土佐藩」でした。